昭和、しょうもない平和な日常。疲れた。ちょっと休憩しよう。あ、そうだ。気分転換に絵描こうっと。こちらはアイキャッチでございます。またネタ探し？そりゃ僕らに関する日常とかあるあるとか考えないと。それはそうかもだけど、そこまで考えちゃうと。でもさ、人に共感してもらうためにはそういうのを使うのが一番じゃん。人に共感ってのを考えるとそうなんだろうけど、これは実力の解釈を一致させないといけないかも。それは確かにそうかもしれないね。で、時は？おーい。ねえ、のどか、ソフトクリーム食べない？おー、おいしそう。うん、おいしい。ねえ、時は。ティッシュあったっけ？昭和。もう一球、もう一球、もう一球、もう一球。その時、のどかに電流走る。いいネタ思いついた。よし、忘れないうちに早速書くぞ。あかん、忘れた。のどか、どうしたの？いいネタ思いついたんだけど忘れちゃった。あー、わかるわ。俺もよくやるやつだよな。ちなみに時はさっきネタ思いついてなかった？忘れた。思ったこと言っていい？いいよ。じゃあさ、思ったんだけどさ、うん、うちらってアホ毛好きすぎん？確かに。このアニメのキャラたちだってアホ毛ありますし。めたいな。なんならメタ界作りたいからってアホ毛描いてるし。それ以上はいけない。